コーレスは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体。コマルカでオーレンセに属す。ガリシア統計局によると、2010年の人口は3217人。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.36%。コーレスは、オーレンセ県の北部に位置し、コマルカでオーレンセに属する。北から、東は、アペロー社と、東から、 南はをペレエロでアギアールと南から西はオーレンセと西はアモエロと西北はビラマリンと隣接。自治体中心地区はサントエウセビオダペロー社教区のビラルチャーを地区。コーレスはオーレンセ司法管轄区に属す自治体市長はガリシア社会党のマヌエル・ロドリゲス・バスケス。自治体表議員はガリシア社会党7ガリシア国民党3 ガリシア民族主義ブロック1となっている。コーレスは11の教区に分けられる。太ジは自治体中新地区のある教区。ありがとうございます。